今日はこのコンテンツ紹介したいと思います。トータルギターメソッドは12編からなるんですけども、そのうちのスケール編っていうのがありまして、で、まあ、100コンテンツ以上あるんですけども、そのうちの 1.2、まあ、最初の方ですね。で 1.1 はすでに NFT のオーナーさんがいらっしゃるんですけども、 1.2 はオーナーさんがいらっしゃらないので、ちょっとついでに私これ説明して、でどなたかオーナーになっていただければと思っております。まずちょっと先に説明いたしますと、ポジションっていうのは一つの指で一つのフレットを担当するっていう弾き方なんですね。人差し指で5フレット、中指で6フレットで7、8とこう順に担当する、まあ、これがポジショニングっていうものなんですけども、ギターの構造上、その人差し指か小指がどっちかをこう横にストレッチするって言いますかね、伸ばさないと弾けないスケールが多いんですね。でこの 1.2 のポジションもそうなんですけども、まあ、Am スケールなんですけども、こう見ててくださいね。ここまで OK なの。ここで小指を1フレットこう9フレットまでストレッチさせないと音出ないので、他はまあ順番通りいけるんですけど、こういう感じですね。通してやると、まあ、こうなるんですね。やってしまいがちなのが、これここ4弦だけ見るとすごいやりにくいんですよ。人差し指、薬指、小指、これどう考えても人差し指、中指、小指でやった方がやりやすいので、こうやっちゃう人がこうやる人が多いんですよ。だそうなると、その中指と薬指をこう6フレット7フレットで入れ替えることになるので、すごくその間違えやすいと言いますか、その早く弾きにくくなるんですね。なのでちょっと最初やりづらいと思いますけど、このあくまで小指をストレッチするんだっていうそのポジションの形に慣れていただければと思います。で当然早くやったりする時とか、私もこう弾いてるんですけど、今こう分かります、最初これがポジショニングなんですけど、わざと早く弾くときは人差し指、中指、薬指にこう変えたりとかするんですね。それは工夫で早く弾くとき用の弾き方としてやったらいいと思うんですけども、ポジショニングっていうのは独歩をしたりするときに間違えないようにするためのものですので、小指をストレッチすると、薬指は7フレットにじっとしておくというふうなことを、考えていただければと思います。結構この内容何回も動画撮ってて、私も初心者の方が生徒さんでいらっしゃったり、学生さんとかでいらっしゃったら最初の方の授業で説明することなので、大切なコンテンツでございます、はい。でこれ 1.2 でありまして、今、9月の12日現在で今日から1週間限定で販売いたします。なので9月の19日の10時半ぐらい、ま、日本時間10時半に販売終了いたします。もしこれ今、売り手が TGM カンパニーになってたら私たちのものなんですけども、もしこれ動画出てもう動画見るの遅い方は誰か買ってるかもしれないんで、その場合はまあ遅かったということで、もしそのオーナーさんでそのこの一瞬の隙にこう転売しようっていうお考えになっている方もですね、転売していただいて結構ですので、でこれは今プリセールなのでちょっと安いですけども、本セール始まったらこんな値段にはしませんので、今のうちにお求めください。今 0.06 イーサーになってますね。1万円いかないぐらいでしょうかね。オーナーになっていただいたら、こちらのディスコードに入ってきていただいて、申請していただけたらですね、今120名ぐらいの方が入ってきていただいてるんですけども、オーナーさんはこのオーナーアプリケーションでお求めになった NFT をこう上げていただいたら、私がブロックチェーンをこうとオーナーのロールをくっつける作業をいたしますので、でしていただいたら NFT オーナーズのチャンネルが元立ち上がるということになってまして、いろんなアイディアをこう中でどうやって遊ぶかっていうのをこう相談したりとかちょっとやっておりますので、今オーナーさんはね30名ぐらいなんですよね、はい。120名のメンバーと30名のオーナーでやっておりますので、ぜひ31番目になっていただければと思います。下にこのコンテンツの NFT のリンク貼っておきますので、よかったらご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。で何の話か分かんない方は、このヘルプっていうのがありますので、そのヘルプのところから質問していただけたら、私は答えることできませんけども、NFT オーナーズがオーナーさんたちが優しいんで答えてくださいますので、聞いてみてはいかがでしょうか。で、Facebook クラスに入ってらっしゃる方は私に直接聞いてください。